ここがアラスカ基地。もう戦場だね。これだよサイクロプス。な、何この数。バルバトスと同じ白いモビルスーツ。なんか角張ってるけど。もうガンダムの量産は始まっているのか。でもなんだこの獰猛な感じ。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置。そういうこと。小隊長さん、核壁を開けるスイッチを探して。勝利にできることが戦うことだけなら。ガンダムマイスター、アレリア・ファッティズム君、彼がソレスタルビーイングの、アリオス・ガンダム。こちら、ソレスタルビーイングサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい。了解です、急ぎましょう。この基地、自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で、本当の平和が得られるわけが。でも、マイスターの戦場はここじゃない。トレミーまで小隊長さんが先導するからね。前衛は任せた。アレリア・ハプティズム、目標を迎撃する。小隊長、迫撃を開けながら進んで。敵襲。西暦の時代だけじゃなく、宇宙世紀からもプレイク現象が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史、関連性はあるのかしら。うわぁ、さすがだな。かわせるか。落ちる。くそー。てりゃー。彼らの目的は何だろう。確かオペレーションスピットブレイク。このアラスカ基地、地球連合軍最高司令部、通称ジョシュアの制圧作戦だよ。ザクと地上軍の隊員が詰め込まれてる。一気に戦争を終わらせるためにね。それを一網打尽にするのはサイクロプスの爆弾なの。簡単に言うと、特大のマイクロ波発生用装置。輻射熱で周囲の水分を振動、加熱させる。で、あの大きさと数を爆発するまでぶん回したら。まさかマイクロ波加熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロはクレーターになる。小隊長さん、アレリア君急いで。サイクロプスが稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。次みんなを守るんだ。一刻も早く脱出しなきゃいけないのに。そこまでして戦争がしたいのか。ザフト軍は自爆のことは知らないんだよ。アレリア、世界の悪意が見えるようだよ。アリオスガンダムのブレイク反応。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら、今の僕には戦う理由がある。くそ、ガンダムマイスターが消えた。自分の意志でブレイクアウトしたの。でもそんなことが。サクラ、問題があるの。大丈夫。さあ、この先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダムは何かあるの。艦長、すぐに撤退だ。たとえジャブルを落とせたとしても、それで戦争が終わるとは思えない。ワークエンジェルが撃沈。それにアプサラス3。アプサラスってジオンのモビルアーマー。その最終型だよ。どうしてここに。それにノースモーク。このポイントか。発射台出るぞ。発射状態って第 08MS 状態。じゃあこの角のないガンダムは。肉戦型ガンダムの回収機エクストラトレイト、シロー・アマダ少尉の EG8 だよ。これブレイクミッションへの強制割り込み。アイマザーリーだろ、覚えていないか。俺だ、シロー・アマ
直撃させる。この程度、これはどうだ。白浜だ。覚えていてくれたか。無事でよかった。また会えるなんて思わなかった。天田少尉、この基地はもうすぐ起爆します。救出を急いでください。なんだって。くれ、シロ、このままではもう撤退してください。危険です。諦めるな、希望はある。天田少尉、そんなこと言ったって。アイナ、好きだ。シロ、アプサラス3がブレイクアウト、 EG8 も一緒に。どうやって。すごいこと言ってたけど、これってチャンスでしょ、サクラ。そうか、私たちもブレイクアウト処理を。